お疲れ様です、吉谷さん。よく周りの人5人の平均年収を割ると自分の平均年収だって言われて、で金持ちと縁をね持てば自分の年収が引き上がるみたいなね、そんな話を聞いたことがあると思いますけども、これ逆の目線から言うと、稼げない人に囲まれると自分の年収下がりますね。これなんか結構怖いなというところがあってね、それは確かにそれはあるなと。結局お金持ってる人って頼られるんですよね。あれこれ出してとか、お金貸してとかね、なんかこれ買ってとかね、どんどんむしられていって、なんかこうやる気を失せていくみたいなことがあるんじゃないかなと思ってね、ちょっと前を思い出したら、自分視点で見るとなるべくね、自分にメリットのある人とこう関わりを持ちたいなと思って、それが人脈だって思ってね、考えていたところはあると思いますけども、随分迷惑の話ですね、こういうのはね。だから自分よりも力がある人にすり寄るっていうのは、まさに今の自民党政治と同じようなね、裏金疑惑じゃないですけど、あんな感じで、なんか人の力を自分の力みたいに思っちゃったりとかね、困った時にはこの人にちょっと頼っちゃうみたいなね。やっぱりその頼るべき、その必要な対価っていうのがあると思うんですけども、なんか何でもかんでもこうね、人のことをタダで使おうとするとかね、だからこの稼ぐ方法っていうのはね、いろいろとお伝えはしているんですけども、じゃあ身近な人がそれを使ってるかなって言ったら、結構使わないんですよね。で逆にお金どんどんね、なんかむしられていくみたいな状況があると思うんですけども、こうやって速稼塾とかやっててもね、じゃあ塾長は稼げてますけども、周りの人どうですかって言ったら、確かにな、そう考えたら自分の塾生は稼げてるけども、そもそも自分のね、じゃあ友人が自分の塾に入るかって入らなかったりしますしね、そういうのはあるよねと。吉田さんはね、この周りに人がいないっていうかね、家族もいないんで、そういうことはないと思いますけども、小野田さんもね、考えてみたらなんか離婚してますからね、なんかあったんでしょうね、いろいろと。で今一人でなんか前よりむちゃくちゃいいような状態になってて、この前品田直彦泊まりに来たら、泊まりっていうかね、遊びに来たらしいじゃないですか。結局その品田さんがね、一緒にいて、品田さんが稼ぎるようになれば全然いいんですけども、逆に小野崎さんの時間がスポイルされてチャンスを失ってしまう形にならないかなとかね、そんなことを考えずに、やっぱりすごく提供精神っていうか、すごく迎え入れる気持ちがあってね、素晴らしいなと思いますけどね、なんていうのかな、このちょっと前にお話したと思うんですけども、ちょっと前っていうか昨日お話したと思うんですけども、コミュニケーション障害でね、会話ができない人いるんですよ、私の塾生さんにね。会話できないんですよ。でようやく私の方に家族と一緒にメールを打ったんですよね。なんとかこんな息子でも稼げるようになるんでしょうか、今もう56歳になりますとかね、すげえなと。20年以上生活保護を受給されていて、で比較的ね、近所に住んでるんですよ、隣の岡山県なんですけども、そうなるとね、ちょっと一肌脱ぎたいなと思ったりとか。でもこうコミュニケーションできないですからね。逆に私は思うんですけども、会話が下手な人ってコミュニケーションすればするほど信頼を失っていってね、なんか嫌われていくんで、だったら喋れない方がまだマイナスにならなくていいかなぐらいの発想を持って、その人の話を聞いていくとね、やっぱりこう地方に住んでいて、その近くに医者がないんですよね、その精神病を扱う病院っていうのがね。で以前はその20キロとか30キロ先の病院に通ってたらしいんですけども、もう56歳ですからね、お父さんお母さんももうね、送り迎えできなくなって、ちなみにその人は自分で電車に乗って目的地にたどり着くってことができないんですよ。時刻表も読めないし、でどの電車に乗ったらどこに着くのかわからないっていうことでね、もう通常ここでサジを投げるんですけども、私はそういう人間でもね、稼がすことができたんで、今現在進行形でできてるんで、今度ねお話しようかと思うんですけどね、あと発信する文章もその方とそのご家族に見てもらわないと、いやこれは困るんですみたいなことがあってね。確かに生活保護を受けてますからね、個人が特定されて写真の一部でも出て、それから住まいがこうね、
まあ、バレてしまったりとかねすると生活保護を打ち切られる、まあ、そのぐらいの金額稼いでますんで、ね、その人自分なりにすごいなと思ったんですけども、5体満足で稼げてない人がいる中でこの人相当ね品田さん以上にデメリット持ってるんですよ。あでもああできるんだなっていうふうに思いましたね。私もいざとなったらこれやるかみたいなところですけども、まあハワイで石を売った人間ですかね私はね、その私からするとこのぐらいは朝飯前というところでございますけどね、今度その話しますよ吉田さん。多分これ、なんだろうな、目から鱗なんじゃないかなと。久しぶりの目から鱗ですよ。あちなみにその人はスマホは持っていますけども家族と電話はできるんですよ。家族以外とはできないんですよ。で家族と LINE はできるんですよ。家族以外とはできないんですよ。あと検索ができないです、その人は。なんかね、知ろうとしたことがあって興味があることがあるんだけど、どの検索キーワード打てばいいのかわからないんで検索はできないんですよ。どうせかこの IT はほぼ使えない、会話はほぼできない、だけど稼いでるというねていうか私が稼がしてるんですけどね、さあ問題です、どうやってるでしょうか答えられたらすごいじゃあいってらっしゃい。